ビジョン株式会社は新製品グリーンサーバーの拡販を行います。まずは優先顧客に対して優待イベントを実施します。エロクアで優先顧客に対して優待イベントのメールを送信してみましょう。メールを作成し、メールの送信を行います。このように簡単にメールを送信することができますが、さらにコンバージョンを上げるためにはどうしたらよいでしょうか。まずは製品の魅力を伝えるメールを送ります。次に優待イベント招待のメールを送ります。優待イベントに申し込んでくださった方にお礼メールを自動で送信します。エロクアは買う気にさせるシナリオを作成できます。お客様とのエンゲージを強化できます。 B2B 商材の場合、1回のイベントでセリングが終わるわけではありません。場合によっては半年、1年かかる商談もあります。この長いスパンの顧客の興味度合いを管理するのがリードスコアリングになります。エロクアは顧客の興味度合いに応じたワントゥーワンマーケティングの実行が可能になります。エロクアは営業マンに誰にアプローチすべきかを教えてくれます。オラクルセールスクラウドを見てみましょう。エロクアからの見込み客がオラクルセールスクラウドのリードに入ってきます。見込み客の詳細を見てみましょう。エロクアとセールスクラウドを組み合わせて使うと、顧客のメールの反応とウェブの反応とリアルの行動が把握でき、顧客の興味に合わせた提案ができるので、角度の高い案件の発掘が可能になります。オラクルセールスクラウドの特徴は精度の高い売上予測です。グラフをクリックし、案件の詳細を表示させます。セールスクラウドはマネージャーの調整ができます。正確なフォーキャストにより迅速な意思決定ができます。それでは最後にセールスクラウドから CPQ を呼び出してみましょう。見積もり作成で困られていませんか？製品とオプションの組み合わせが複雑、見積もり作成に技術者や設計者の支援が必要で時間がかかる、誤った仕様の受注によるトラブルが発生している、 Excel で見積もり作成を行うと自由に見積もり作成ができるのでミスが起きやすい、チームでの横断的な管理ができない、取引条件など個々に作成できてしまう、スクラッチ開発の見積もり管理では価格や仕様の反映に時間がかかってしまう、製品カタログから見積もり構成を作成することができます。わざわざ製品マニュアルを探したり価格表を探す必要はありません。製品をイメージしながら見積もりを作成することもできます。デフォルトの設定や推奨の設定もできます。また選択できない構成はエラー表示させるか非表示にすることもできます。価格の調整をして冗長の承認を取ります。契約書の内容を調整して冗長の承認を取ります。最後に見積もり情報を基幹システムに送って受注受付を完了させます。